どうもこんにちは、ジンショップヤマト岡崎明大店の影山です。今日からですねちょっと新シリーズを始めたいと思います。ですねジーンズでポタリングというシリーズを始めたいと思います。ポタリングっていうのはですね、こういった自転車を使ってですね、いろいろなところをですね、散策するっていうのがですねポタリングと言います。このポタリングシリーズでですね、岡崎の観光名所であったりとかいろいろな場所をですね、ちょっとご案内したいなと思います。で、使用するですね今日ですねジーンズなんですけども、僕よく履いてますこちらのビッグジョンとロックスのダブルネームのですねこちらのジーンズを、クライミングジーンズですね、これをですね、着用してポタリングに出かけたいと思います。自転車は僕の愛車のスポットを使っていきたいと思います。それでは行ってきます。大和明大寺店、1キロほど北に登ったところに東岡崎があります。東岡崎駅から、殿橋の付近です。もうすでに岡崎城が見えました。殿橋から、岡崎城に向けての、音川沿いを走ってます。こちらの音川は、毎年8月にはですね岡崎城の、岡崎城花火大会が開かれるとこです。はい、お店から、2.6 キロの位置に、岡崎城があります。着きました。徳川家康が、生まれた、お城です。はい、もうすぐゴールですけれども、大和岡崎明大寺店はあのイオンと岡崎警察署のすぐ近くにあります。もうすぐゴールです。はい、ゴールです。はい、戻ってきました。明大寺店からですね、岡崎城、岡崎城からまた再び、明大寺店に戻ってきて合計5キロのポタリングでした。5キロのですねポタリングでしたけれども、ジーンズ履いてき、ましたけども、やっぱりすごく伸びますので、全然ですね、自転車こいでてもですねストレスなく、こげれたかなと思います。はい、次回もですね、岡崎の観光地であったりとかいろいろな場所をですね、ポタリングしていきたいと思いますので、ぜひぜひですね、また楽しみに見てください。365日ジーンズで遊ぼう、大和で遊ぼうをご覧いただきましてありがとうございました。